大岡助ケーモ水原虎蔵、石川正造、津島笠さ郎を検証した中島公園の四王標高の日。大岡助ケーモから1902年5月21日は幕末、明治期の北海道で活躍した受け置いし、武蔵国倉木郡大岡村の農家に生まれる。長寺で江戸に移り、大工を職業とした。 1858年に建設業者、中川源左衛門、殿蔵府氏が、江戸地函館の御両閣の建設を受けようと、その大工頭となって、函館に移る。その後次第に抜擢され、中川組の工事機も入りとなり、数多くの工事を担当した。1868年に、源左衛門が函館を去ると、山本伊之助、金子サンクローラと共に、 中川組の中心人物として活躍した。また、同年の函館戦争で、江本武明率いる旧幕府軍の遺体が各地に放置されると、地元の教閣、柳川熊吉らと共に新政府の禁令に屈せず、収集し、函館の実行時に埋葬した。1870年開拓史によって、札幌本府の建設が始まると、 現在門の養子一米に中川組が諸工事を受注するように説得した。大岡自らは割り頭として翌1871年に函館、青森、秋田より募集した大工妊婦271名を率いて札幌に入り2代目現在門の片腕として数多くの工事を担当したが同年末には独立した。 以後は、札幌受け追い会の中心人物として活躍し、大工事のほとんどが、大岡の落札にキスと言われるほどとなる。大岡が手がけた工事の代表的なものには、豊平館、ことに、山花、篠路ののトン兵ン平札幌の学校寄宿舎、創生学校、萌岩学校、羅粗屯所、豊平橋、小樽入選町鳩場や、幌内鉄道の布設工事などがある。 大岡が古巣中川組なども含めたライバル業者を押しのけ、事業面で成功を収めた理由には、急速な近代化に伴う和風建築から洋風建築への転換にうまく対応できたことが挙げられる。また、大岡はそれらの工事による多額な利益によって、札幌やその近郊に多くの土地を購入し、同じく札幌の大地主であった。 北海道炭鉱鉄道所大社長の堀井はじめと並び、称される存在でもあった。1884年から1888年までは、札幌区大五武装大臣を務め、1889年には、北海道庁から、開拓節庁当時以来の土木受け置業者の指紋を受けている。その後は、京王寺に関挙して、余生を送り、1902年に死去。 没後17年経った1919 19年、札幌改装功労者に、水原虎蔵、石川正蔵、津島笠郎と共に選ばれ、中島公園に懸賞費、四王標高の碑が混流された。大岡は、日蓮宗の熱心な信者でもあり、1875年には、札幌郡豊平村の自らの所有地8250坪を寄進し、京王寺を混流する。 その際本堂などの建設費用も、ほとんど大岡が負担したという。大岡は、豪福な性格で、公益事業などにも気前よく出資し、また博打を好んだため、多くの遺産は残さなかった。家庭的には、恵まれず、息子の長吉を豊平橋建設工事の際の事故で、失っている。ありがとうございます。